今月はダブルバーガー週間や。いいだろう。月間やった。あんなクソみたいなバーガーなのに単価2100円もすんのか。すげえな。報告見よう。まあでも作ろうって言うぐらいだから、ビジョンがあるんだね、チャンさん。あるある。レシピ開発で、まあもう俺は、基本中の基本やから、ベースはまあ、もう、何も言わずに僕の場合はベースはもうバンズを入れといてくれ。ほう。じゃあ中身を聞かせてもらおうか。で、食材の一番下には何も言わずにフィッシュフライを入れといてくれ。絶対に入ってくる。当たり前よ。フィッシュフライ入ったやろ。で、次に肉が入るやろ。パーティーとハムはどっちだい。パーティーだね。パーティー。次はで、その上に、揚げ物でオニオンリングだね。はい。で、次に目玉焼きだね。最後はチーズでどうでしょう。おお、俺にしては珍しく安定してるやろ。あ、安定してるけど、うまみと香り、買いに解散となんか間違い探しバーガーみたいな感じだな。顔ぶれがしゃあない。だって具材がないんだもん、大したものが。あとちょっと単価安いな。ちょっと待ってくれ。確かに。パティハムに変えたらどんな感じなの？むしろ減るね。ああ、やっぱそうか。ちょっと、まあ、これが今やもうでもこれがベストやろうな。これでええわ。オニオンリングで14だろ、うん、あ、コロッケはオニオンリングの代わりに。ああ、単価は上がる。コロッケやな。あ、グンと旨味も上がっとる、上がっとる、上がっとる。コロッケやな、コロッケ、コロッケ。買いに解散とマジで何が違うんだこれ。目玉焼きと、目玉焼きかい？チーズか。ちょっと待って、チーズをあとハムになったらどうなる？単価は上がる。あ、だいぶ上がるね。1350円から、うまみとかが下がるな。1940円になるよ。単価の安い食材、チーズ単体でいくらなんだ。あとソースかい。ケチャップかソースかどっちをかけるか見るわ。あー、単価が上がるのはソースだけど、もう間違いなくソースやな。バフがの、バフ1の乗るのはケチャップだ。いや、いい、もう全然ソースでいい。いいですか。うまみの爆発量が違う。ソースでいこう。400超えてほしいけどな。名前は海音かい。海音か。ちょっとなんか唐揚げが入って瞑想した感じしてなってしまうから、まあでも海音でいいか。唐揚げは前に入ったんだけど、解散の時入ったんだけど、うん、2,3 で入った。でもうなくなった。全部使い切ったよな、それで。そう。JDB でいいですよ。いいですよ。そしてダブルバーガーが完成した。で、多分いいですね。ダブルバーガーもでき、ダブルバーガーやで、今月も。今月もダブルバーガー全部貼り付けようぜ。2種類のバーガーって意味で今ダブルバーガーって言ったけどさ、うん、具材のダブルバーガーっていう発想もあるよな。ちょっと次回のネタにしよう。うん、でもバンズがさ、この固定バンズやから、ビッグマック的な感じにはできへんと思うんだよな。いい、かつい瞑想前。ええやんけ。売れ売れ。今回ちょっと辛口やな。ほんまやな。そいつらあんま分かってんのちゃうか。まあそうだと思う。瞑想前や言うてるやろ。瞑想してんねや。おうじゃ。続いて海音です。おすげえ。バーカほどに上がる。
ピョンコのバフがすごい。すげえな。優秀やな。さすが勲章付き。やるな。お前店長にしたのか。新しいやつら割と呼んであげてもええと思うで。看護師とかダンス部のやつ、まあいいか。これこうやって食わしてる中で多分経験値が上がるんだよな、こいつらも。そうそう、上がるからさ。ラッパーが100点くれたよ。もう二度とあのジジイ呼ぶな。うちの店にふさわしくない。よし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 。ちょっと仕入れ行かそうか。チーズとかなくなってきたら。総合かな。総合やろ。二人とも総合でいいんじゃない。はい。見てや、ハートとさバーガーがもう100超え出したで。そうなんだよね、もう消費が追っつかないのよ。ね、2号店に求人来たで。行き着く暇もなく。新しいやつも来たで。あ、もうそれ出しょ。一番初めの。お、ベーコン。ベーコンとあと中級はウインナーやで。ベーコンやる先に。多分。ベーコンレタスバーガーが作れるな。ベーコン出そう、ベーコン出そう。一般的な店員。うん。ベーコンで、まあ、ピョンコはもう勲章ついてるからな。そうそう、肉子行くか。肉子たら肉子行けもう12時や。おもろすぎるんですけど。はい。まあ肉子100点でフィニッシュだろこれは。やろうな。あれ？え？あれ？おい、どないなりおるんや。どん底だと？なんでお前貞治が。え？なんかあの音符みたいなマーク一番もらってなかった？でもそれはあの前もなんかおかしいことあったからそれは何とも言えない。はあ。なんやねん。癒着があるな。なんか、うん、そうダブルバーガーとりあえず乗せて。敵が金を回してるよ。なあ。バツコはこことこだ、2号店か。10人のやつとりあえず触っとかん。12番そうだね、うん、強いて言えば酸味がない方がいいと言っているわ。いやもうじゃあいつものやつを壊しやってくれ。完全ぴったりやもう。あでもそうか、こいつもう一回食わしたやつか。うん、じゃあ新しい回4くらい。何が変わったかをちゃんと答えられへんかったらな、ぶち殺すからな。妙なやつが来たぞ。もうなんやねん。おい、お前フィッシュフライ食ったな。やべえ。やべえ。もう終わり際に激ヤバなことした俺ら。許してください。注文入った。何食べたかは聞かないで。美味しいやつっていうことだけですから。あ、店員おるで、店員。あ、せやね。そしてなんか妙なやつが来たぞ。レアなやつが来たんじゃん。そうかもな、レアもんが。うん、背中ゆいかさん。そうやな。よし、どうぞ。なんだお前。お前誰や。試合後にスポーツ選手。ラーメンしょっぱいやつがええんや、しょっぱいやつがよ。うちはバーガー屋ですけど。うん、俺の、おい、快音を食らうか。こいつ見てるステータス多すぎるぞ。多いな、多い。無理だよ。まあでもとりあえず一発壊しちゃったら。20丸が多いやつ、いくか。うん。最大で3だな。少なすぎが少ないっていう方を見た方がいいか。でいいんじゃねえか。だ今んとこ瞑想と4が快音とハサムニだあたりが安定してんのか。あハムが挟んでる方のハサムニだでいく。ハサムニだ違う、ハサムニだ。じゃあ君の今
そうそうそう、それそれそれ。挟むにな、じゃない方ね。じゃない方や。レタスが挟まってない。そうそうそう。そうだな、まあこれが一番無難な気がするわ。それ一発壊し、70も使うって。70も使うぞ、おい。これ、焦んない方がいいかもな。ちょっと置こう。置こうぜ。泳がそう。うん、泳がそうよ。もう、黙らしちゃい。そろそろ。番号店決める第4行くかい、うん、いや、3、ああ、まあ4やな。4広げてもええし、それ、もしくはその金で、賄賂を渡してもいいんじゃないかしら。そうだな、それはやりたいな。うん、賄賂渡しとかんと。賄賂、じゃあ、10までするっつったんだっけか。そうそう。やっておこうか。あ、10まで上げたら何か起こるんじゃないかな。だろうかな。そうしなってくれたらいいけど。値引きや。かすかに。うん。お、おいおいおい。おい、いいんじゃねえかよ。パンツ。俺は使わんぞ。でも、こいつパン屋だよな。もう、それ以上いけない。プライドないか。それ以上いけない。だからこれじゃあ10になったらみんなからもらえるんじゃないの。そうそう、だから10、えい、唐揚げみんな大好きJDB に唐揚げが復活っていう名前で売り出そう。あ、おい、チョンスさん、おい、何やねん、照り焼きソース、いいじゃないの。使わせてもらいます。使わせていただきます。ちょっと他のやつも上げていく。ああ、どんどん行こう、次行こう。これは必要な投資だ。全部や。肉屋のプレゼントなんか期待大だぜ。めっちゃええよな。松阪牛とか出してこいよ。サーロイン。アメちゃみのように。あ、ほど近いものをくれたぞ。なになに。サイコロステーキや。やったね。金を湯水のように使ってるけど、まあ、いやもう全然必要なお金だこれは、うん、俺たち仲良くできるよ。それはなんだ、クリーム、クリーム、ぶどうにクリーム入れる、デザート系かい、うん、あのブルーベリーのホイップのサンドとか美味しいやん。バーガー屋だよ。サンドイッチをいっぱい扱っといて何を言う。いや、サンドイッチなんか作ってないさ。たまたまそれが食パンの形をしてただけであって。1回に2から4なんやな。そうみたいだね、うん、あれは興味ね。コロッケバーガーはキャベツ挟まりがちだな、うん、コロッケバーガーにソースとコロッケと挟まりがちだな。ただただ普通にうまそう。ミリも俺興味ない。作ってくれたらええよ。よしよしよし、いちごジュースも作れそうやな。よし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 、とりあえずこれでほぼ終わりやな。開発室はなんかえらい2つもついとった。あるけど開発は今動いてないからな。あ、そうで、バーガーを作ったらいいと思うけど。あ、次回や、それは。はい。で、見せてだけじゃあもう出しといて次回にしようか。あ、見せたすかい。うん。それで終わりや。空き地は、ここが。研修所っていうところが近くなってきたな。うん。もう多分ね。あ、研修所もオープンって書いてるから開けれんじゃん。80万円の。そっか。店長を雇う金でちょっと膨らむんだったな。うわ、中級店長。うわ、まあ中級でいいです、全然。よし。オッケーオッケー。待って、フランスパン、フランスパン工房が販売終了したよ。こそっとした。こそっと。
371個。これさっと終わった。これは。ランスパン工房終わったな。アップデートしないといけないんじゃないか？ランスパン工房。そうやな。でも、プラスにハム挟むリーダーがおるから。フランスにもっと挟むリーダー作らんとあかんやな。30万くれた。新店舗も出したし。いやお金は少ないよ、そりゃ。今はお前、土地高だからや。まだ破産するような額でもないぞ。おい。デイトレードで増やしてきやがった。いくら増やした ?10 万か。10万はもう、はした金ぐらいになってきてる。お前、うちの会社のこと舐めてるやろ。新店舗買うたのになんでか知らんけど増えとったぞ。メニュー見てる間にもさ、ことが進んだりするからさ。そうそうそう。ああ、まだまあ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 。やんないといけないとはいえ、20万かかるぞ。いや、まあでもしゃあないやろ。デイトレードのお金をこっちにぶち込もう。とりあえず設備はいるんじゃない？設備とカウンターだね。設備と、いや、あー、でもお金がない。だから、あれやん、あの刻みネギっていうのが俺見えたけど。開発会？開発ってかできるようになるやつかい？そうそうそう、そっちをもう増やしといて、増やしといていいんじゃない？やろ？なんかいろいろあった。トウモロコシもあるし、ドレッシングもあるぞ。あ、もうそれはもう全部いこう。トウモロコシ、刻みネギで、で、ドレッシングを次にっていう感じでどうでしょう？あ、ドレッシング選んじゃいました。なんでまあまあまあ、もう、どうせ全部やるし。まあやるけど。で、開発室に、OK、うん、今肉がちょっと少ないから肉取らせていく。え、仕入れ行かすの？あなたバーガー作るんちゃうん？そうやった。じゃあここでセーブして終わろう。おう、今日はここまで。いや、最後の方は忙しかったぞ。止まんねえよ。パンプキンも来てる。いや、忙しい忙しい。経営者は忙しいな。僕のチャンネルですよ。マクドナルドちゃうわ。おい、二度と間違えるなよ。ちゃんとマクドナルドだ。二度と間違えるな。クビにするぞ。あ、ええな。まだ働いてもいい。ブラック企業。ブラック企業すごいよね。じゃあ、まあ始まるけど、ゆきちゃん。はい。俺今日もハンバーガー屋で飯食っていこうと思うね。あの、それは毎回言うんですか？その初めは。俺、あのカイロソフトシリーズをやるにあたって、うん、毎作1回目は言うっていう話かと思ったら、違う、毎は言ってるじゃないか。だって、メシア行くときはやっぱり毎回、あの今日は何食おうかなっていう話をしたときは、やっぱりここに行こうって言うやん。だから、何々屋で飯食って行こうとは言わないだろ。え？どうせ、ハンバーガー屋で飯食ってこうよって言うやん。で、始める前にちょっとおさらいなんですけど、まずやりたいことが、あのこのゲーム始まるともうちょっと急なんで始まる前に整理しておかないと大変なんでね。まず、前日の半ばぐらいに出てきてまだ全然触れてない店舗の装飾っていうのにちょっと触ってみたい、はいはい、っていうのが一つと、で二つ目がですねはい、はい、バーガーですね。まあ、カイスリー JDB などがもう旧作扱いになっちゃってるので、まあ作ろうっていうところで、で、前回あの仕入れ先にめちゃめちゃ投資した結果、未知の食材が山ほど植えてるんで、そうやね、ちょっと普段作らないものができるんじゃないかと思うんですね。そうやな、それでいこう。ぜひそれを。おい、バイト君勝手に喋るなよ、ちょっと待っとけって。で、あとここは提案なんですけどはいはい、あの店舗も3つ目4つ目ができて全部見てこうで、バーガーを順次作り直してて大変じゃないですか、作業が。はい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 。で、5段階評価のうち今三つ星まで来てるっていうところも鑑みて、うん、1年で出してたバーガーをそろそろ3年にしようかなと思ってます。ああ、いいですね。それはね、安定やと思いますよ。いいでしょうか。いいです。はい、それでいきましょう、はい、じゃあ僕からの話は以上です。はい、じゃあ副社長ありがとうございました。はい、じゃあ、あの、社長からのお話ですけど。包丁みたいな。今日はね、あの、バイトを2人捕まえてきたから。はい。
はい、自己紹介どうぞ。チカでーす。はい。そうよね。曲げの段のガヤタンと鉄人でーす。はい。この二人はね、あの料理に自信があるっていう方で、料理に自信ある人来てよって言ったら二人があの手を挙げてくれたので、彼ら二人には自信があります。はい、ということで始めます。なんて導入だ。始めます。あ、もう開発をねすぐ始められる状態で昨日終えたから。あ、そう、ほんならもう早速働いてもらおうか。もうすぐですよ。オッケーオッケー。開発室も、ま、待たせてあるんで、うん、それ二人のうちどっちから行きたい？バーガー作り。もうそれ言っちゃったらあかんや。まあええけど、まあ、まあそりゃそうだろう。オッケーオッケー。じゃあまあとりあえずある程度知ってるというか見て、なんとなくふわっと分かってもらってるシーカーさんからいこうか。ああ、うん、よし。じゃあバーガーを作っていただきます。あなたにはちょっとレシピを開発してもらいます。了解です。そう、好きなの使ってない。じゃあお米バンズでも使ってみますかね。おお、いいですね。そう、これ新しい食材なんでね。どうぞ。いいですね。なんかじゃあお米パンツ、ビジョンは見えてますか？こういうものでやっていこうかなっていう。なんかフィッシュフライとか入れて、あとなんか美味しそうなもの挟んでおこうかなって。あとフィッシュフライはあれやで、あの俺フェイバリット食材やから、あの使いすぎると怒られる。いいよ、 10枚あったよ今見たら。うん、あったあった。いいです、その辺はもう気にしなくていいです。とりあえず野菜ですかね。どうしましょう、野菜はね。まあとりあえず普通に合う刻みキャベツくらいですかね。いいですね。フライだと。で、重ね順ちょっと編集も後でできるので、うん、どうしましょう。とりあえず玉ねぎを。はい。刻まん方。刻まん方なくなかった。あったっけ？あるよ。あるある。あるね。どうしましょう。刻んだ方でいいんじゃないですか。はい。もう2段いけますね。もう2段。もう全然チーズゴリゴリに押していけるんやから。チーズですか。あと最後1段いけますね。最後1段。本当だ。じゃあ目玉焼きでも挟んでみますか。美味しそうではある。そうか。はい。あ、見た目だけはそうや。で、最後に、あと、ケチャップとかソースとかの味付けができる。うん、重ね順、これでいいですか？それでいいんじゃないですか、とりあえず。はい。なんで、そうか、照り焼きソースが増えたのか、ソースは。そうですね。普通にフィッシュなんで、ソースでいいんじゃないですか、揚げ物なんで。あ、いいですね。うん。じゃあ、これで完成ですね。さて、でシーカーさんのバーガーができたわけですが、はい、そうです、名前ですね。名前もつけれるで、選んで好きなよ。いやで、寝技シーカーバーガーとか。別の動画のやつ。別の世界線の話が来ましたね。寝技のシーカーバーガーとかでもいいやで。寝技ジャンプでじゃあ。いいじゃないですか。次てっちゃんやからな。これを食うと1分8秒でのけぞるという。小倉が入っちゃってんじゃん。